健太です。亮太郎です。ケイタです。せーの、サンタラピクトです。何サンタラピクトはっていう。今日の企画はがもう、追い抜かしていって。サンタラピクトです。健太です。亮太郎です。ケイタです。せーの、サンタラピクトです。今日の企画は、初めての韓国風メイクやりたかったっすと。イガちゃんやん。で、どっちですかねイガさんだろ。エガさん。サンがそこに入ることはないから。韓国風メイク。ちょっと僕はあんまり知識がない。僕、ちょっとあるんですよ。18歳の時に、アジアニューフェイスジャパンで、僕が日本でグランプリ取りまして、1位取っちゃったんですよ、こんな僕が。韓国に行ったんだよね。各国からアジアの。うん集まって韓国に集まった。どっから各国からアジアの。二強やめようか。韓国で開催されるから、そっちの、韓国風のメイクをしてもらったんですよ。びっくりしたのが、真っ白でした、顔。でも、それされてる体験があるっていうんだ、はい、そうだね。俺はわかんないから。俺も自分がやったことはないね。ああでも、ケイタくんがさ、今回こういうのあるよみたいなのをね、うん、教えてくれたんじゃない？自分じゃなくて、二人が合うと思って、はい。お、ありがとうございます。ありがとう。で、用意してくれたんですよね。俺がな。ケンタが。このケンタくん。調べて、こんなのが必要なのかな、みたいなのをこう、いろいろ買いました。うんはい、まあ、同じ状況ですよ、三人。ここにあるものを使って、自分たちの思う韓国風メイクをちょっと一回やってみて。いいですね。ちゃんとね、カツラも買ってきました。お、ありがとうございます。大事。はい、一番最後にカツラかぶりますか、はい、ウィッグそれしかねえだろ今かぶるやついないよよし気づきましたねメンタリストそれでは早速メイクしていきたいと思いますはい、いやでもやっぱ下地からじゃん下地から下地ありますよ、はい、まずじゃあもう下地欲しい人はいはい後じゃあ後もう白くない白ねでも下地って白いっしょそれにしてもこれ白いねえ差出ますねちょっと待ってやばくないこれ見てそのモデルの時にメイクしてもらった時に、うん、もう本当に白くて真っ白あながち間違いじゃないのこれそれを映像で見るとめっちゃかっこいいですよやばくね本当に洗顔途中こんな顔や映像で見るとめっちゃかっこいいんですよ白くてこれ新大久保で買ったあじゃあもう間違いないじゃん、うん、でも鏡で見るのと全然違うそうなんだよキュー太郎じゃあちょっとファンデーションはおのおのなんか、うん、あやばいかも白いよねいや初手で大失敗したかもしれない亮太郎のそれファンデーションこれ韓国ですねええちょっとだよこっちじゃんよし白いし白い大丈夫これこれじゃあ優勝した人サムギョプサル1年分ね1年分いくらだろう計算してくれた皆さん舞台メイクとかされてるんですから、うん、各々のその感覚でいきましょうねちゃんと僕はじゃあこの白いの買ってみたんですよ肌が白もっと確かにこういうの鼻先にやってるのがあんだよねイメージへえ、はい、ああいい白い変わった全然これはそれはシャドウですシャドウですねそれ大事よどの色選ぶかそうだよねチークとか入れちゃおう元気さなるほど大事だと思う生きてる感じ、はい、今んとこ使えるかOK あいいかもなんか二人早くねあ、でも眉毛からいってるんでそう、順番が僕も眉毛やりますあとアイシャドウか、まあ、いいもうアイシャドウまでいってんのいってないそれはアイシャドウやろこれ眉毛の色変えれんの変えます眉毛の色誰も反応しない俺だってひなたの時この色だったで、俺途中からアレンジで、うん、下にオレンジのライナーで真オレンジにしてから茶色つけたんだうわ、してましたねぜひ皆さん、ひなたやられる方ワンポイントやってみてくださいえ、なんか使い分けてんだけど、ラメとほんとだなんか、おいおいやってんだ、お前やってるわしゃべれこうさ、アイライン引くときさ、絶対俺さ、口がさ、かわいいできたうん早くねどうやったらできたできたっぽいっすねトイレ行くなあ、カラコンあるよ OK
健太そっち行く、こっちなんかも茶色、ちょっとわかんないから俺こっちにしてみよう。じゃあこれ1個に1枚固め固め、あ、じゃあ2個2個じゃあはい、3つお、ありがとうございます。じゃあ見つめで、見つめないでよな、出た、どうやってつけるのこれ、もうそのままこうやって、あ、でも、うん、一気に良くなる、前見てやんのこれ、前見てやります、ここいい、こういうこと、こうやって、ここ、うん、あ、ひっくり返っちゃった、え、まつげがあるから、あ、ひっくり返っちゃった、初めて、ね、むっつ、下向いてください、はい、というわけでメイク終わりました。お、なんかでもちょっといい感じになったんじゃない、こんぐらい近かったらめっちゃいい、舌出すの舌出すの一人一人のポイント言っていきたいと思います、ね、もうこれね完全に独自のメイク法なので、ね、ね、はい、許していただければと思います。おいっす、それではじゃあケイタ君から。僕はですね、はい、もうあのこう見てわかる通り首と顔の色が全然違うぐらい真っ白にした、でも下地の時点でもギットギトに真っ白にしてやったっていう感じですね。すごかったもんね、トシオ君だったもんね、白いよね、うん、であとねアイライン結構濃いめ、目頭描いたりとか、はいはい、ちょっとして、まあ、あとはカラコンだね、カラコンだいぶ変わった、これだいぶ違うと思うよ、やっぱケイタ君のなんか髪の感じとかもさ、うん、こう相まって、うん、ちょっとこう全然これでありな感じがしますね、はい、はい、はい、じゃあ次りょうたろうくん、はい、りょうたろうです。僕はですねこのノルディのジャージー、ああいらないいらない、韓国のブランドなんで、ああそうなんですね、ちゃんとそこも、はい、このためにあの今まで来てました僕、実は伏線に貼ってましたずっとメイクで言うと、うん、このラメ、ああそうなんだ、確かにラメ取り入れたの、でも割と薄めじゃない俺らと比べて、結構薄めかもしんない、でもやっぱ僕は、うん、やっぱあのうん、なんでもない、なんでもあれ本当は涙袋を強調するためのラメを入れようと思ったんですけど、そういうことね、でもちょっと難しくてこんな感じかなと思って適当にピャーってやりましたけども、アイライン茶色でやったんですよ、 あえて、なるほど、黒じゃなくて、であと眉毛も茶色に塗ったんでちょっと薄めっていうか茶色メインで作りました。じゃあもう一回ちょっと、でも写真載せるからその席を全部俺がやるんだはい、僕はなんといっても目の周りをこの囲う感じの、おー確かに、僕はなんかこのイメージがすごくあるんですよ、韓国風メイクっていうのが、うん、オレンジ系というかブラウン系でも、もう囲うシャドウ命みたいな、あとは僕結構その目をまん丸く見せるメイクみたいなの結構舞台でやることが多くて、うん、それをちゃんと取り入れて下のここにちゃんと引くんですよ、うん、アイライン、黒目みたいな、そうで、なんかこう目自体をこう丸く見せる感じの、目がやっぱ僕は一押しの部分ですね、メイク、はい、さあというわけで各々のメイク完成したんですけれども、はい、まあここでもう一つね、やっぱり髪型も大事なんじゃないか、お、そうですね、はい、今まあ各々ね自分の髪型ですけれども、はい、今回ウィッグご用意しました、ありがとうございます。で3個用意したんですけど、はい、ちょっと都合によりまして特殊なものが1個混ざってるんですよ、はい、それをちょっとじゃんけんで決めていきたい、どうしましょう、勝ちから好きなの取ってきますか、勝ちから好きなの、はい、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、それ最初はグー、じゃんけんぽい、おー最初はグー、じゃんけんぽい、うわーマジかよ、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、うわーよし、じゃあ俺これいきますよ、あ、じゃあもうこれですよ、じゃあちょっと、でも俺もでもわかんない、いはい、完成しました、ゴリエやん、しっくりきてますね、こういう役ありそう、いいっすね、りょうたろうちょっとチャラいね、頭に〇乗せてるちょっとかぶりが、これ横向いてソニックみたいになってる、いや、ケイタくんすごい、でも一番ウィッグ感ないかもね、間違いなく一番あるだろでも、ケイタくん以外はここまでなんかいけてなかったと思う、ほんと、最高、ほんと最高です、韓国メイク詳しい方ぜひ点数とか、おのおのね、でもこれが大反響だったらこれだけかもしれない、これずっとこれでこれで好きなものをトップ3とかですやだな、今回の中で視聴回数が1万超えたら、おお、またこの状態で動画撮りましょう、いいですね、まあ、今回のね自分たちなりのっていうのやってきましたけれど、うんうん、いかがでしたでしょうか、今回購入したのはドン・キホーテで全部揃うものでメイクしましたので、はい、もし良かったなと思ったら買っていただければと思います、はい、うん、なんですか、でも閉まんないね、なんか閉まんないよ、スムースライクバラなんだよ、
というわけで今日の動画はここまで。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。あ、コメントもだね、ごめんね。せーの、バットボタンは押さないで。